ランジの EX-AGS87LML アーバンサイドカスタム。今回のモデルはフルモデルチェンジということで、歴代最軽量、最軽量ということで 97g ですね。いよいよ 100g を切りました。まあ、これによって特に小さなプラグ、引き抵抗の軽いプラグ、これを使った時の釣りがより快適になりました。で、適合ルアーウェイトが 5g から 30g ということで、 4g 台のキャロット、それからですね、1オンスクラスのバイブレーション、最も適したウェイトでいうと、まあ、10g から 15g ぐらい、まあ、ルアーでいうとガルバ80、ガルバスリムの 80S とか、まあ、ミニエント、ベースホルミノ、まあ、この辺が最も快適にキャストしやすいウェイトになってくるかなと思います。このモデルもですね、 X45 これのフルシールドということで、ロッド全体に災害層に1枚カーボンシートを入れているので、とてもつながりのいいロッドでありながら、軽さとパワーを併せ持ったロッドになっています。この軽さによって得られる操作性とか感度もさることながら、魚をかける際ですね、バイトが出る、そのバイトがかなりダイレクトに伝わります。で、よっぽどね、こう小さいルアーを使っている時、それから食いが浅くてなかなかこう深いバイトが出ない時、そうしたバイトも強烈に取れるようなロッドになっているので、そういった感度面ですね、ここを皆さんに感じ取ってもらいたいです。初代のブランジーのこのアーバンサイドカスタムも、それまでの経験値を全て注ぎ込んで作ったロッドだったんですけど、今回はそれの後継機種、最新モデルということで、なんとかね、こう 100g を切るようなところに持っていって、そこの軽さと感度、操作性の良さ、そのインパクトをですね、皆さんに感じてもらいたくて、今回はこのロッドを作りました。皆さんぜひね、店頭に行って手に取って、このロッドを感じてみてください。